こんにちは、ブルーホースです。今日はまたまたメンタルを強化するためには筋トレが大事っていうね、話をしていきたいと思います。なんか最近こういうシリーズ多いなっていう気がするんですが、お付き合いください。なぜかっていうとね、もう最近筋トレをしまくってたら、こういう情報っていうのがもう次々わんさか出てくるんでね、もうこうやればやるだけいいじゃんっていう風に個人的に思っちゃうっていう、そんなところですね。で、不安症を吹っ飛ばせっていうことなんですが、今回はそのメンタル部分でいくと、その健康かどうかっていうところよりも、どっちかっていうとですね、自分に不安的な部分を抱えている人が、そういったその不安症を取り除くために筋トレが効果的だっていう話をねしていこうと思います。で、筋トレはメンタルに効くっていう話なんです。もうこれはもうね、もう運動自体がもうメンタルにメリットしかないよっていう話っていうのは山ほどありますし、しかもその話っていうのはもう皆さんに対してたくさんしてきたと思うんですよ。で、こういう動画を見てる人たちは、そんなことも分かりきってるよっていう人たちもたくさん多いと思うんですよ。ただ特に落ち込んだ時に体を動かすことの効果っていうのは高いというふうな話も出てるんですね。ところがこの研究の多くっていうのは、ジョギングとかランニングといった軽い負荷のものですね、そんなに負荷のかからない、かつ長時間継続的にできるようなものが多かったというふうに言われています。じゃあ高負荷で短時間で行うような筋トレでも、そういったそのメンタルに対しての効果っていうのは果たしてあるのかっていうと、結論あるというふうなことが言われてですね、筋トレを行うことでもメンタルは強化できますっていうことですね。で、筋トレによるメンタル改善効果って、じゃあ一体何があるのかっていうと、約3ヶ月の実験で中年層、40代くらいの人たちを中心に行った実験っていうのがあります。で、その結果一体どうなったかっていうと、筋トレには不安改善効果があると。で、不安を解消する効果に関しては有酸素運動と同じくらい見られたっていうのが結論なんですね。で、どういうことかっていうと、ジョギングとかランニングで得られる効果と、筋トレで得られる効果は同等ってことですね。だから走るのが苦手とかね、長時間走るのは嫌いだっていう人は、腕立てとかスクワットみたいに短時間で少ない回数でできるものなんかを行うのはありだということなんですね。で、さらに細かく分析を行っていくと、筋トレのメンタル改善効果っていうのは健康的な人ほど大きいと。だから落ち込んだ時にやると当然効果を見られるんですけど、健康的、つまり毎日その筋トレとかを行っているような人たち、運動を行っている人たちの方が効果は大きいと。だからよくよく考えてみれば、スポーツ選手でうつ病の人ってなかなか少ないと思うんですよね。それはなぜかっていうと、毎日の激しいトレーニングなんかを行っていく上で、心身ともに健康を保つことができているから、そもそもメンタルを病むようなことも起こらないということですね。それからこれに関しては、どれだけ筋トレを行うとかに関しては、性別とか年齢に関係なく、そもそも不安を和らげる効果がありますっていうことが見られているというところですね。それから筋トレの期間とか回数とか重さっていうのはさほど重要じゃないということです。だから何年間もやるとか、高負荷でトレーニングっていうのをやらなくても不安を和らげる効果っていうのはあるみたいなので、だから先の話でいくところの、自分が落ち込んでしまった時、何か会社でミスをしたとか、テストでうまくいい点数が取れなかったとか、彼氏彼女に振られてしまったっていう風に、メンタルがちょっと落ち込むようなタイミングがあった際に、こういった低重量でもいいし、低回数でもいいので筋トレを行うことによってメンタルを改善することができるというところなんですね。で、注意点としては、負荷とか期間まで設定したケースっていうのは少ないので、もしかしたら長く重くやった方が効果高いかもしれないということです。だからさっき重さとか関係ないよ、回数とか関係ないよっていうお話をしたんですけど、これっていうのは、たった3ヶ月間で終わった実験なので、もしかしたら1年やってる人の方が、3ヶ月しかやってない人よりもメンタルはより良いかもしれないというところですね。で、実際に病気にかかった人に実施をしてもらったわけでもないので、もし不安障害を持っている人が筋トレをした場合に、果たしてその効果があるのかどうかっていうところに関してはちょっとわからないっていうところなんですね。だからメンタル弱いなと、自分すぐに落ち込んじゃうなとか、なんか人に指さされてドキドキしちゃうなっていうタイプの人なんかには効果がありというところですね。で、今回の話をまとめていくと、筋トレをやればメンタルも体も健康になると、さらには自分に自信を持つこともできるようになると、自信を増やす効果があるということで、いずれにせよ筋トレをすることによるメリットっていうのは大きいというところなので、やらないという選択肢はもう言わずもがないと思っていただきたいというところで
ですね。で、1日1回のスクワットとか腕立て伏せからでも全然問題ないので、自分のできる範囲で、取れる時間の範囲で、ぜひ毎日ね、取り組んでもらうということを心がけていただけたらと思います。僕もね、どんだけね、夜仕事が遅くなって帰ってきたとしても、お風呂入る直前に、まあ、少なくとも10分から15分の筋トレを、まあ、短時間でパッとね、体を追い込むっていうようなことをやったりします。だからお風呂入る頃に結構フラフラだったりするんですけども、そんな風に毎日筋トレをやったりしています。ということでね、本日の動画は以上でございます。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。